はい、どうもこんにちは、手袋です。今日はカラーチャレンジ赤の最後、赤対白になります。白は2段攻撃を持つクリーチャーは戦闘でダメージを2回与えます。先制攻撃のダメージと通常の戦闘ダメージですと。だから先制攻撃のダメージと通常のダメージの2回ね、1G がクリーチャーがやるとすれば、それ2回、1G が2回飛んでくるから、点数2点というような2段攻撃野郎が結構いるんで、まあ、そのあたり、1-1とかのゴブリンだとね、結構、スペックで負けちゃうから、そのあたりはうまく、除去っていきたいですね。これまだ何もできません。出せるクリーチャーがいねえから。こんな感じで2回殴ってくる。で、これ先こっち出しといていいんですね。で、一応まあ04、攻撃力ないんですけど、壁としてこいつを出します。で、これブロックして、で、4だから助かってると。で、この後なんだが、10修正を受けるから、まあ2回殴ってきても、2回目の攻撃の時に1点入ればこいつ死ぬんで、なんで、まあ、こっち出しておきますか。ああ、こっちだったかな。まあいいや。はい。で、これは守りに徹しましょうと。二段攻撃怖いんだよ。これでインスタント打たれてこいつにバフとか乗せられると、今までの計画が水の泡ですと。いう感じですね。で、これでブロックするんだけど、ここで起動効果で10乗せる。そうすると、まあこんな感じで相手がお亡くなりになってくれますと。ファーが2以下のクリーチャーだから、そうだね。まあこれ1個出して、で、構えられる呪文はないんで、もうこれ出しちゃいましょうかということです。この14とか殴ってきても別に怖くないから、対して、殴っていいんかな、なんなら。殴ってみましょうか。はい。2点飛ばしておきましょうということですね。また出てきた。で、警戒持ちなんで、こいつは殴ってもこれタップ状態にならないんですよね。それがきつい。で、まあ、これ出すんだけど。そうね。まあ、これ殴る動作すると、とりあえずこれで4点分飛ぶんですけど、まあ、これでブロックしてくるかしてこないか。で、今してこない選択になったのかな？もう選択終わってんのかな？ごめん。ちょっと見なかった。なってなかったかな？あ、なってなかったわ。ごめんなさい。間違えた。これ一旦間違えたんで、ワンチャン死ぬかもしれませんね。失礼。あ、でも相手、なんかすごい構えてるけど、なんだろうな。ここから僕しないですと。ホーイドラゴン戦略出た時、あなたの大砲が発生するの壁を破壊する。ああ、これ壁じゃねえからね。防御プレイヤーが壁をコントロール。プレイヤーコントロールしてる飛行を持たない確率に。ああ、2点ダメージね。なるほど。ああ。出たとき攻撃するだけか。はい。承知。まあ、出しといた方がいいんだろうな、これ。そうやね。としたらなんか壁クリーチャーとか出てきてたのかわかんないけど。まあ、コースだけで4点入るんだよ。でかいよね。でけんの出てきそう。はいはい。4点のライフ。4点はでかいっすね。でかいんだが、こいつら、この55よりちっちゃいからもう殴れないっていうね、そもそも。
て、まあ、3、4がいるんだけども、どうなんだろう、計算的には1、2、3、4って重ねてきたら、これ4つバフ乗せりゃいい話か。じゃあ殴りましょうか。あ、ブロックされない、つけていいんか。つける、つけようか。で、まあ、これはこっちにしときましょうというところですね。で、もう次殴るのタップ動作するだけでも相手はお亡くなりになりそうですねと。お、土壇場で平和の心をつけてきましたが、この攻撃仕方で次殴って終わりですねと。はい、赤でした。赤対白でした。はい、これでまあカラーチャレンジ全体で見ても一応もう4色終わって、あと緑だけって感じなんで、はい、次回緑で、まあ最終パートって感じですね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。